イリンさんとウェンディさんが私に駆けつけてきて、うん、こうやって握って、うん、あのって言われて、うん、ドンミシはるか、ことね、はな、みほ、まほ、私たちはジェルモです。はい、ということで今回は4月8日に放送された、はい、ステージ K という番組に私たち出演させていただいたので、それの通訳さんの花さんと一緒にしていきたいと思います。イエーイ、お願いします。お願いします。花さんはステージ K の通訳さんとしてもういろいろとお世話になりました。恋に落ちた。そして皆さん、ここにあるチキン見てください。This is party. ねねチキンさんのフライドチキンとスノーイングチキンとニョンニョンチキン、そしてチーズボール、チーズボール、チーズボール、チーズボール。これを食べながら今日はお話ししていきたいと思います。はい。それではレッツゴー。乾杯。韓国の放送局 JTBC さんから放送される番組で、世界各国で K-POP カバーダンスオーディションを開催。合格者はその国の代表として韓国へ渡り、他の国の代表と戦うサバイバル番組です。1週間に2丁ずつ放送され、その都度ダンスカバーをするアーティストさんも変わります。チェゴの場合はレッドベルベットさんで、対戦国はアメリカ、カナダ、ドイツです。そして優勝者はご本人様と一緒に踊れるという番組です。そんなね、番組に出て幸せでしたね。幸せでした。しかも第1回目の放送にさせていただいたということ、うん、いやマジでレッドベルベットさん可愛すぎる。本当に可愛すぎる。本当にここだけの話しちゃいましたから、ね、あーここだけの話じゃないよ。いただきます。しますか、はい、韓国語で言いましょう。잘먹겠습니다。いただきます。いただきます。いただきます。ムー、ムーから、ムーからいきます。チーズボールから食べると美味しくないから。あ、確かに。まずオーディション、なんか結構ね、上手い人とかもいて、終わった後は、私たちも全力を出したんですけど、もちろん終わった後は、あ、これもしかしたら落ちたかもね、みたいな話をね、してたんだよね。なんか本当に受かるか不安だったんですけど、ランダムダンスは本当に一番見せれたよねっていう話してて、楽しかった。はるか本当に何も完璧じゃないのに出たもん。私、他の人が踊ってる時もめっちゃイエーイとか楽しんでたよね。だからなんかそういうランダムダンスのところでは、なんかチェゴを出し切れたかなって感じで、オーディション本当に踊るやつは、なんかはるかたちがどんな踊りしてるのかとかも全く分かんなかったからね、そこがすごい緊張っていうか不安だった。必死だったんだね。必死だった。いや、なんかスタッフさんたちが一番初めてチェゴのみんなに会った時に、みんな口を揃えて私に言ってきたのが、なんかこの子たちランダムダンスの時すごかったんですよって。でもなんか今こういう感じじゃないんですよ、なんかすごい静かだからびっくりしちゃって、何かあったのかなみたいな。だそのランダムダンスの時のチェゴが好きでみんな呼んだのに、なんかその時のチェゴがいないみたいな感じのずっと言ってきて、あ、そうなんですねって言ったら、私がよく分かんなかったように見えたのか、このランダムダンスの動画を個人的に撮ってたスタッフさんが見せてくれて、こういう感じだったんですよとか言われて、だからこういう子たちなんですみたいなことすごい説明されて、だからこういう雰囲気を引き出してほしいみたいなことを言ってて、言葉も分かんない人たちに囲まれて緊張してるのかなと思うから、一回カメラ下げて、その日本語でいろいろ緊張ほぐしてくださいとか言ったら、普通に返ってきた言葉が、飛行機が疲れただけですね、やばい、眠いだけですね、早めに休みましょうみたいな。なんか寝れなかったから、緊張とかで、だからなんかなぜかすごい疲れた。普通に韓国行く時の倍疲れた。緊張してたよ。4泊5日あるんですけど、ほぼ毎日練習の時間があって、練習終わった後も自主練みたいな感じだったんですけど、その時も鬼のように練習してたよね。
ない曲がバッドボーイだったんで、なんかダンスは揃えるってことを意識したんですけど、なんかダンスよりも雰囲気だなっていう話を花さんともしますよね。で多分それはみんなが完璧すぎるから、フリーに関しては、うん、もうちょっと直せるとしたら、うん、その女性らしい、その曲自体がセクシーな曲だから、うん、そういう女性らしい雰囲気を出すのに頑張ればいいのかなっていうのを先生に言われてて、レッスンの、うんうんうん、そうテクニカルなことは結構言うことないんで、うん、これからはそのもうちょっとレッドベルベット的な雰囲気を出すのに頑張ってくださいっていうのを言われて、うん、そう顔を作るのとかリメージしたり、一人30分ぐらいさ、もう鏡と向き合ってなんかずっともうやって顔の練習してて、で、ハナさんともう一人のスタッフの方があのチェックしてくれるんですよ、はい、もっと絵が、こうやって絵がするんだよもう少しミックした方がいいんじゃないって言ってくださって、めっちゃ表情の練習はしてました。でレッドフレーバーの曲、なんかあそこのシーンでいつも涙が出てくるんだよね、うん、気持ちがやっぱ強すぎる、強すぎるっていうか、なんか今まで本当に大変だったからそういう大きなステージに立てるっていうことを実感した時の感動と、あとなんかみんなの愛と、なんかいろいろ今までの、なんか今までのものがこう積み重なってきた涙がすごい出てくる。日本で練習してる時も泣いたし、韓国でその本番の撮影の前日の最後の練習の時も泣いたよ。あの時だとスタッフさんと私も泣いたでその次からは結構感情移入しないでおきましょうっていう会議が行われたんだけど、そうなの、これ一人一人に感情移入しすぎると私たちも公平な立場でいないといけないんで、そうそう、なんかもうちょっとやってあげたいとかっていう気持ちが強くなっちゃうから、う私たちはこの客観的にいた方がみんなもそんなつられて泣いたりとかしないと思いますって言われて、そう次からは絶対泣かないようにしようって思った。みんな優しい人たちでした、本当に。もう私たちはその何よりもスタッフさんとか周りの人たちに感謝をすごい伝えたいなっていう気持ちでいっぱいでした。固定カメラが何個かあって、でステージの LED ライトの下にバーって何十台ぐらいあって、うんうん、で飛んでるやつとかいろいろ合わせると100台ぐらいはあるって言われました。やばー、すごい。なんか4人だけポツンと見ってくれて、で私があれ私たちは取り残されてるみたいな感じでずっと見てたら、うん、院長が駆けつけてきて、あこの4人って言われて、うん、はいそうですって言ったら、写真で見るより全然いいじゃんみたいなこと言ってて、うん、でなんかこう髪ちょろちょろ触って、うん、もうよくねみたいなこのままよくねみたいな感じになって、でスタッフさんたちがでもなんかちょっとなんかいじれるとこあったらみたいなこと言ったら、じゃあその髪の毛染めてる真帆と、その染めたことないって言ってる琴音がなんかやってみようかみたいな感じになって、で遥と美穂はもう全然もうこれ以上ないぐらい完璧だから、もう可愛いじゃんみたいなこと言ってたよね、なんか可愛いって日本語で言ってた、うん、そうそこで真帆の前髪が誕生したんですよそうだね最初前髪嫌やだってかずっと言ってたじゃん。だってなんか書き上げたりするのが真帆好きだったから、もうそれができなくなるっていうのがもう本当に嫌だったけど、今もう結構気に入ってますありがとうございます船長。船長朝シャンしてくださいってずっと言ってたじゃん、うん、そしたらなんか真帆が色落ちるから洗ってませんって言われてきて、そしたら先生たちがなんでこんな立ち上がらないんだこの髪はってそうじゃあもう結んじゃおうってなってお団子にしちゃったんだよね。でお団子にしたら踊れなくて泣いて、そう泣いて、ね、そうそう、だって踊れなくて泣いてっていうのは分かんないから、いきなり泣いてる魔法にスタッフさんたち駆けつけて、うん、なんで泣いてんだって、うん、言えないって、なんで泣いてんだってなんか申し訳ないと思って、そのせっかく魔法一人に対して考えてやってくれてるのに、真帆がこれ嫌だって言えないなってすごい思ってて、まあ言ったんですけどなんか4人で練習してるけど、真帆だけなんかもうこういう感じがはるかたちもどうしようと思って、はるか言ってどうしたのって言った違うみたいな、そしたらはるさんが
言わなきゃダメなの言わなきゃ動けないからそうそう本番のステージで泣くのみたいな感じに言ってそうしかもなんか途中さこれもう一回も済んじゃったからその解くのも無理そうじゃないみたいになった時にスタッフさんたちみんな総動員でさ近くでシャンプーできるサロンないみたいな感じでネットで話して、その本当のテレビ局はソウル市内にあるんだけど、うん、スタジオはでっかいからその郊外にあるのね、うん、そうだからその近くに本当にスタジオばっかでそういうサロンとかがないわけよ。だからそのネットでなんとかないみたいな、シャンプーだけ借りれないみたいな感じになって、うん、そうだったんだ。知らなかった。知らなかった。原宿系可愛い雰囲気をみんな醸し出してるから、うん、もうなんか院長としてもすごい美容的に刺激をもらったらしくて、うん、で当日もその院長がいらして、うん、いろいろみんなのことを好きになったのか、うん、本当はヘアメイク終わったら帰る予定だったんだけど、あの本番みんなが踊るとこ見たいって、うん、あの7人階段に直接座ってこうやって見てて、院長さんってこういう人なんですよ。そう、うん、そう、なんかちょっと怖いそうみたいな、なのにめっちゃこうやって凝視してて、で終わった後こうやって満足そう、満足げにこうやって結果が決まった時になんかなんでみたいな、どこだったのみたいな、こうやってずっとやって、そしたらなんかもう後ろに終わったけどお疲れっつって帰っちゃった。そうだったんだ。お客さんはママたちがいいって言ってくれたけど、うん、上も液晶画面には日本が行こうなって、うん、めちゃめちゃ悔しかったし、はるかたちそのスタッフさんの方とかにすっごいもういろいろしていただいてたんで、その人たちの恩返しできるってなったら何ができるかなって考えた時に、優勝したことをプレゼントすることだなみたいな、それが恩返しだなって思ってたんで、なんかもう舞台からもはるかも戻れないと思って、うん、めちゃめちゃ面白いのが同じこと思ってた、こちらこんだけあの大きいステージをみんなに見せて、こう頑張って練習すれば大丈夫だからって応援して、でみんなのことヘアメイクを私たちがやってあげて、いろんな場面を用意したのにこう一票ももらえなかったことにショック受けてるだろうから、私たちは番組を作る側としてどうすればいいんだろう、なんか合わせる顔がないみたいな感じを私たちは思ってて、逆にだから降りてきたらなんて慰めようっていうなんか言葉が見つからなくて、それでも観客の方々が選んでくれたのが一番私意味があると思うし、みんながこれから動画作るにもあの反応、あの国民とか皆さんの反応がすごい大事なところだから、そういうところでは伸びると思うっていうことを言おうって下で言おうって言ってたのに、いざこう目の前であの入賞できなくてごめんなさいみたいな謝られて、こう謝られちゃったよって感じになっちゃって、そうどうするみたいな、なんで謝るんですかみたいな感じになっちゃって、私たちもだからこうなんか責められることも全然ないし、誰が下手で負けたとかってもないし、もともとそもそもそのね K-POP カバーをする人たちはみんな違ってみんないいのに、それを競い合ってる時点で結構ね大変なことなのに、なんかそれで負けて悔しい思いしてるみんなを見るっていうのが余計悔しいみたいな、ほんと複雑だよねその時は。本当に何も言えずにお互い泣いてましたそう、なのにすぐインタビューみたいな感じになって、めっちゃきつかった、その時のみんなの顔もうだって私たちの控室にもあのカメラがあるんですけど、ずっと置いてるんだよね。そうインタビューするのにカメラをこう持ってきてる人もいるんですけども、そんなの気にせずにもう泣きまくってみんな肩こなって、もうつけまつげとかもう一本一本のつけまつげ、ここでめっちゃつけまつげだよね、ここでめっちゃつけまつげそう、もう全部撮れたよね、ガチですっぴんみたいな状態でインタビュー受けて悔しかったですみたいなあでも涙の量は小爪が一番多かった、うん、多分、うん、私たちわけわからず入っていったらカメラマンさんにも見らねえよとか言ってめっちゃ泣いたんですよいろんな人で謝罪してたよね一つ言いたいのは、私はレッドベルベットさんがそうやって下でみんなと会ってることをあの後から知らされて、うん、その何か言うかもしれないから言ってくださいって急ぎで言われて、うん、パーって駆けつけた時にはもうみんなハグし終わった時だったから、うん、でその時にいきなりアイリンさんとウィンディーさんが私に駆けつけてきて、こうやって握って、うん、あのって言われて、うん、通訳さんですよねって言われて、はいって言ったら、今日すごかったです、かっこよかったですっていうのをあの日本語でなんて言えばいいんですかって聞いてきて、うん、
てなんかこうかっこよかったとか今日良かったですって言えばいいですよって言ったら、もうみんなに日本語で言ったよね、うん、そう、それぐらいみんなにこう伝えたら、うん、そう、ウェンディさんとかスルギさんとかも泣かないで泣かないでいいんだよみたいな、かっこよかったから泣かないでいいんだよって何度も見てくれたよね、本当に優しい方々だなって思いました。彼女たち本当に優勝する気満々で言ってたから、インタビューの時になんか私たち決めたことがあって、もし1位で上がれたら今日の夜ご飯はもう豪華にチキン食べますって、2位だったらまあムーだけ食べますって、この大根と大根で1回目で落ちたらもう普通にありえないから、もう私たち水しか飲みません、水しか飲みませんって言ったんですけど、まさかのね、はい、まさかの反対、だったんですけど、スタッフの方がお腹空いてたっていうことを知ってチキンを頼んでくださって、で下に私たちがお金払いに行ったら、うんって言って大丈夫みたいな感じで言ってくれて、大丈夫、それスタッフさん自腹で買ってくれたよね。本当に。てかそのそれを見てからだよ、あのカメラさんとかも爆笑してたんだけど、みんなめっちゃインタビューの時に泣いてたじゃん。でインタビューそろそろ終わるかなと思って、でもカメラあったんだよね。でその時にプロデューサーさんが質問なんかあるんだっけなみたいな感じで考えてたら、めっちゃボリボリおかしくて。最後の方でしょ。テーブルに置いてあるおかしくどんどんなくなってんの。焼け食いますよ、焼け食い。どんどんなくなって。しかもさ、なんかこう、もう切り替えよみたいなやつ食べるんじゃなくて、待って、泣きながら待って、悔しいみたいな、意味わかんない、負けちゃったよ、めっちゃチョコレートだよ。そうだけど、それにさ、インタビューでさ、追加された言葉がさ、やっぱ負けててもお菓子は食べるんですね、みたいな、あー、そうだ、そうだ、そうだ、はい、みたいな最後は、あの、着地って言われてた、いいね、なんかめちゃくちみたいな感じで言われてた、うん、タッチ方式の手出すだけで見てるじゃん、それって言われてたリーダーの涙もろいですね、あ、目あったら泣いちゃうから、でもなんか対決っていう感じだったんですけど、うん、最終的にはもうみんなすごい仲良くなって、うん、インスタとか交換したりして、ね、インスタ教えてみたいな感じで、しかもご飯も一緒に食べました、うん、そうそう、優しいよね、結構本当に優しくて、なんか本当にこのステージに立つ前も夢のようだったし、今でも夢だったんじゃないかって思うぐらい幻の出来事だったんですけど、ステージに立てたことによって、その立った時にしかわからない感情とか、まず韓国の舞台に立てたこととか、なんかもう経験したことがチェゴにとって大きすぎて、本当にこんな経験をさせてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいっていうことと、あとこのステージ系を通して私たちを知ってくださった方もたくさんいると思うので、そういう私たちを知る機会を作ってくださったこととか、もう全てのことに感謝して、私たちはこれからも夢を向かって頑張りたいって思いますし、このステージ系でもっと夢が大きくなって、夢が大きくなったので、それを叶えるまでは私たちは諦めません、はいはい、そして今日は花さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。そしてこのチキンはバイバイした後にちゃんと食べます。はい、ドンミシはるか、ことね、あな、みほ、まほ、以上、チェゴと